その間、まあ、数は少ないですけども、まあ、今日の健康を信じて支えてくれた、まあ、仲間や家族にまず感謝したいなと思っています。で、この判決に関しては、自分はその誰かを糾弾するとか、この組織を糾弾するというような意味ではなくて、この自分が降格してから、まあ、懲戒解雇という、まあ、労働者にとっては死を意味する、極刑を意味するような行為がなされた、その背景というか、どういうことが行われてきたのかということを、まあ、明らかにしたいということが、第一でしたので、この120ページ以上にわたるこの判決文を読めば、その背景、なぜそのような処分等が行われたのかがはっきり分かりますので、自分としては非常に満足というか感謝を、裁判所にしたいと、そういう思いでいっぱいです。すみません、私配布資料のみに基づいて、文面作ったやつだけをやったんですが、裁判判決なきの資料をちょっとお配りしているかと思うんですが、2枚目のですね、7項のところなんですが、原告のその世の請求および被告の請求、まあ、原告のその世の請求というのも棄却されているというところがありまして、その部分は先ほどの JBC 法務事務局の立ち入り禁止と、ボクシング関係、ボクシング会場、試合会場への立ち入り禁止というところについて、そもそも処分がないのだからということで棄却されたというものでございます。あともう一つ棄却された点はですね、これは労働裁判についてよくあることなんですが、給与以外のボーナスの部分の支払いも求めたんですが、これはまあ、ある意味予想通りですね、棄却となってしまったというものです。で、棄却の部分はその通りです。で、少し手回すんですね。まあ、本件判決ですが、労働の判例の中ではですね、この事務局長の地位にの確認まで認められたというのは非常に画期的なものだなと思っておりますし、非常に自然にですね、降格の至る経緯までを事細かに事実認定して、もう一方の被告の新団体を設立するという動きがあってですね、分裂を回避するために、本件の原告を排除を求める要求に実質的に応えるために行われた降格だとまで認定されておりまして、そのことからですね、事務局長の地位にあるということを確認するということは、もう裁判所としてはですね、単に被告の雇用関係を認めるというを超えて、今後は事務局長としての活躍を期待する判決と私たちは受け取っております。非常にそういう意味ではですね、大きな判決だと思ってますから、ぜひ JBC の方はですね、これを真摯に受け止めて、今後安河内さんの JBC のために活躍したいという気持ちを組んだ処分をしていただきたいなと思っております。あともう一つ付け加えますと、本日、女性職員に対する判決もありまして、これもほぼ全面勝訴でありまして、敗訴部分はボーナスの部分のみということで、解雇は無効、従業員地位にあることの確認が確認するという判決がなされておることをお伝えします。通信ですけれども、はい、ご本人に JBC に対してこれから何を求めるかっていう、いや、先ほど言ったように何か糾弾するとか、今現体制がどうだっていうような意思はないので、まあ、とにかく話し合いをしたいな、まあ、スポーツを統括している機関ですので、まあ、民主的に話し合いでいろんなことを今後決めていければいいな、まず排除ありきとか、そういうその考え方ではなくて、話し合いをして、まあ、今後の、まあ、自分のことも含めて話をしてくれれば一番いいというふうに思います。それでは会見としては以上です。はい、どうもありがとうございました。